アザワド独立宣言は2012年4月6日マリ共和国北部を実行支配する反政府勢力アザワド解放民族運動が一方的に行った独立宣言である。アザワドの成立を宣言したがこれは国際的な承認を得られていない。1960年にマリが独立して以降遊牧民トゥアレグ族は反政府闘争を続けてきた。 また、トゥアレグ族は、マリの他にジェールにもいるが、彼らの中にはリビアで、カダフィの傭兵として働いていた者が、多数いた。こうした者たちが2011年リビア内戦による、カダフィ政権の崩壊によって、高性能の武器とともに、マリに流入、帰還した結果、軍事力はさらに強化された。やがてトゥアレグ族は、 アザワド解放民族運動を組織し、2012年1月中旬により、新たに独立を求め放棄。武器や資材が不足する、政府軍を相手に戦いを有利に進め、3月22日には、政府軍の一部がクーデターを起こすに至った。灰色部分ガンラの主張するアザワードの範囲4月6日、午前、ラはウェブサイト上で北部の独立を宣言。 1960年のマリ共和国独立にアザワドの意向は反映されていないとし、独立意向幾度となく弾圧されてきたと主張。国際連合憲章第1条と第55条を根拠に4月6日付のアザワド解放を宣言した。同時に近隣諸国との国境を尊重し侵略しないこと、また国際連合憲章を遵守することなども付け加えた。 らの独立宣言をを受け軍事クーーデターを起こした反乱軍は対応を迫られる4月6日反乱軍と西アフリカ諸国経済共同体はマリ共和国に対する外交、経済制裁の解除を条件に実験を、ディオンクンだトラウレ国会議長に委譲することで合意し、4月12日に暫定大統領に就任した。ありがとうございます。